広部九長は、江戸時代後期から末期にかけての米沢藩の家老。受領名が長戸守であったことから広部長戸の名で知られている。戊辰戦争において、奥上津列藩同盟に列した米沢藩より、旧幕府の直轄領であった越後府で、港のある新潟町を警備するために総督に命じられ、奮戦士功績を残した。幼少より、 藩校工場官に学び、女読みとなる。嘉永六年に家督を相続し、安政六年に侍頭家に江戸家老となる。元治元年に奉行となる。慶応元年、上杉餅則に従い、京都に上落。御所南門慶語に当たる。慶応四年、蕎麦、伏見の戦いを皮切りに、母親戦争が勃発し、新政府軍と旧幕府軍で、 全国各地で衝突が発生した。米沢藩は奥植え連れ一般同盟に参加し、薩長を中心とした新政府軍が北陸道を北へ進軍するのと対峙した。米沢藩が同盟軍の補給拠点である新潟港の警備を担当することになると、色部がその総督に命じられた。色部は藩兵600人を引き連れ、 現在の新潟県新潟市にある西堀の光林寺に本人を置いた。新政府軍による会場などからの猛攻を受け、新潟の町は焼け野原になった。色部は新潟の町の戦争被害拡大を懸念して、兵の撤退を決定した。米沢半兵が敗走する中、色部は敗戦の責任を取るべく、わずか数名の兵を引き連れて、新政府軍の本拠地であった関屋へ切り込んだ。 奮闘するも、敵の攻撃に被弾したスからないと悟り、敵に主級を取られまいと新潟市の中央区赤や、下河原神殿にあったナス畑にて自陣し、部下に解釈させた。去年44。戦後、藩主、上杉成則は、長子、持則に家督を譲って隠居する。新政府は、藩から4万国を召し上げ、一連の戦犯について、調査を命じた結果、 すでに死亡した色目を先犯として届け出る。これは、地坂工画を除名するための方便であり、不信を抱く新政府首脳の中には、三条、耳のように、新商筆罰の立場から、改役論を唱える意見もあったものの、持ちのり自らが東京に出頭して、軍資金3万両を剣納するなど運動した結果、成のりが山内豊藩の岐阜であることも考慮されたか、 ようやく海域を免れた。大宇諸藩では、先般者が処刑される中、米沢藩では色部に責任を転嫁したことによって、死処刑者はなかった。戦後、色部家は、加盟断絶となったため、子、安永は、山浦氏名跡を相続する。明治16年には、色部家再興が許されたため、安永は長女に、山浦氏を相続させ、自らが色部家を再興した。 新潟市にある母親公園の戸部長とくん追念被植部の的確な判断により新潟の戦火の拡大が抑えられ、今ここに新潟の地があるのは戸部長とのおかげであることを称え、戸部の絶命した地に、1932年8月30日に関屋母親戦赤保存会の会長、斉藤美三郎を発起人として、諸氏の連名によって戸部の功績と異例を込めて、 色部長と君追念碑が混流され、その地を母親公園とした。後に、米沢市でも、先般として、米沢藩の責任一心に背負って、お名を被ったことで、米沢藩を守った功績を称え1963年に、色部長と追念碑が混流された。ありがとうございます。